熊本駅から熊本県甲子市の三好駅までを結ぶ熊本電気鉄道の鉄道路線である。以前は温泉地である菊池市の菊池駅まで路線が伸びていたが、並行する国道387号を通るバスやマイカーに押され、1986年に三好菊池間を廃止して、現在の営業区間となった。その廃止区間についてもここで扱う。 廃止直前時、藤崎線、菊池線ともに普通列車のみの運転で、全列車とも終日運転士のみ、乗務のワンマン運転である。路線名称上は上、熊本駅が起点となっているが、運転系統は、藤崎宮前北熊本、三代島と上熊本北、熊本間とに分かれており、三代市方面への列車は藤崎線の藤崎、宮前駅をターミナルとしている。 基本的に、北熊本駅で、藤崎宮前駅、三吉駅、上熊本駅の、各列車がほぼ同時刻に発着して、利用客の利便性を考慮したダイヤが組まれている、藤崎宮前、三吉間は1988年頃までは、藤崎宮前。堀川、黒い間で、区間運転が多数設定され、車両の夜間大白も、藤崎宮前駅、北熊本駅、 堀川駅、黒井駅、湿水駅、菊池駅で行われていたが、現在は、車庫のある北熊本駅のみで行われ、他の駅では行われていない。2001年2月改正時点の終電は、藤崎宮前、三代島、城、熊本北、熊本間とも20時代であったが、2009年4月1日のダイヤ改正で、藤崎宮前、 三好島の終電を22時台、上熊本北、熊本間の終電を21時台に繰り下げた。そして2015年7月11日からは、三好市発藤崎宮前駅の始発を6時台前半、藤崎宮前発魚台市行きの終電を23時に、それぞれ繰り上げ繰り下げたほか、上、熊本駅北熊本駅間では、 朝6時台と21時台のそれぞれ後半に1往復ずつ列車を増発した。藤崎宮前、三代島は沿線に学校や企業が多く存在し、通勤通学客も多いため都市型列車では珍しく、平日、土曜日、休祝日の3パターンのダイヤが設定されている。また、大きな沿線イベントや藤崎八万宮での祭礼行事の開催日、 大晦日から元旦にかけては、多客が見込まれるため、臨時ダイヤで運転される。平日は朝夕混雑時15分間隔、日中夜30分間隔、土曜日は朝のみ15分間隔でそれ以降は、終日30分間隔、休日は終日30分間隔で運転されており、日中は北熊本駅、黒井駅、平日朝夕と土曜日の朝ラッシュ時は、 北熊本駅、堀川駅、黒井駅で列車交換を行う。ほぼ全ての列車が、藤崎宮前三好間東し運転であるが、朝夕に入出港を兼ねた北熊本始発、終着の列車が数本設定されている。なお、廃止区間である三好菊地間については、廃止直前で混雑時おおむね30分間隔、閑散時おおむね1時間間隔の運転であった。 朝6時台から夜21時台まで終日30分間隔で運転されている。上熊本北、熊本間内折り返し運転のみで、北熊本から三好方面への定期列車は設定されていない。車両検査の関係で、稀に北熊本駅で車両を交換することがある。六線型は上熊本北、熊本間での営業運行実績がない。 全列車とも、終日に両固定編成での運用である。藤崎宮前北熊本、三代島はかつて5000型が主力だった1995年11月頃までは、500型とともに、朝夕ラッシュ時に両編成、日中一両で運行され、北熊本駅で車両の増結分割も行われていた。しかし、1995年12月以降に6000、 ガタが入線してからは5000型も夏休み期間や、正月を除いて、終日2両固定編成での運用が多くなり、2000年には、完全に6000型に置き換えられて、定期列車の北熊本駅での増結分割が廃止された。全駅熊本県内に所在。駅番号は2019年10月1日から導入。三好駅、大池駅、辻久安駅。 高江駅、四水駅、富野原駅、広瀬駅、深川駅、菊池駅廃止区間で最後まで営業していた駅は、前節参照。菊池プラザ、甲子市の三好駅から、菊池市ワイフの菊池駅までの 13.5km は、モータリゼーションの進展による、乗客減などを背景に、1986年2月15日の運行をもって廃止された。運行最終費は全線で、 無料乗車が実施され、名残を惜しむ多くの乗客で賑わった。廃宿間隔駅の状況は次の通り。三好駅付近の線路を東寄りに移設し、国道387号に面した西側を、新外区として整備する、土地区画整理事業が行われており、2022年春の完成を予定している。熊本電気鉄道の港にあるように同社では将来は、菊地線を、 改めき、LRT 化して、熊本市電と乗り入れを行う構想を計画、提案している。これを受けて、熊本県、熊本市、甲子市は、電鉄案のほか市電の藤崎宮前までの延長と、同一ホーム乗り換えという形も含め、検討委員会を設けて、事業計画の策定を行うことが2007年3月に、決定した。 この計画の中で、熊本電鉄は、実現の際には、廃線後も同社が保有している三吉大池間の、敷地を用い、車両基地の整備と、旧大池駅のそばにある、熊本県農業公園までの路線を延長する、計画を表明している。AB テラダ優一、日本のローカル施設から、猫パブリッシングハット AB 電車のダイヤ改正について、 平成27年7月11日より、熊本電気鉄道、2015年6月27日、AB 鉄道チャンネル。今熊本は、東京だ。トエとメトロのサイズ違いの電車が行き来する、熊本電鉄が、面白い鉄道コラム。鉄道チャンネル。2020年5月1日閲覧。5000系車両の運行日につきまして熊本電気。 鉄道200系車両引退に伴う各イベントについて熊本電気鉄道 ABC 地方鉄道及び軌道一覧昭は10年4月1日現在軌道特許上下付官報1919年12月18日軌道を地方鉄道に変更許可官報1942年7月16日地方鉄道運輸開始 官報1942年8月1日、電鉄電車でのご利用から熊本の IC、カード公式サイト、小江銀コンピュータサービス。熊本電鉄、内越駅の待合室が、全焼怪我人なし熊本放送2018年5月20日18時10分、配信2018年5月21日閲覧、駅名変更のお知らせ熊本電気鉄道。 2019年8月15日、同日閲覧。電車、駅ナンバリング導入のお知らせ熊本電気鉄道。2019年8月15日、同日閲覧。熊本電鉄の線路移設工事20年度着手。22年、完了熊本県公子市,市の区画整理事業。This 記事 is 熊本日日新聞。 https://dis.kiji.is/.625541893403018337。C コール 9K2619 兆6979億848万35752020年4月24日閲覧。ありがとうございます。